はい、おはようございます。はい、パナさん、ここにいますよ。はい、パナさん、かわいいですね。はい、えー、おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい、えーっとですね、えー、まあ、いろいろ、雑談なんですけど、えー、まあ、2、3日前のね、えー、まあ、 あ新、新東人テレビさんのね、系列のあの台湾のね、えー、番組で、えー、健康1たす1っていうのがあります。はい。そこでね、あの、面白い報告してました。はい。例のね、畜腕か、かまぼこですね。えー、なんと、まあ、同じ DS でもね、 はい、えー、台湾もね、かなーり深い闇がありますけど、同じ、G、D の S でもね、えー、あれですね、台湾の方が幾分まともだったということでしょう。もうこれでね、何人か目なんですけど、あららら、行っちゃいましたか。何人か目なんですけど、あれなんですね、あのー、例のね、ちくわかまぼこちゃんで、えー、お星様になっちゃったよーっていう人が、あー これで何人目だろうなちょっと、私も詳しくわかりませんけど。何人か目だそうです。お星様になっちゃったよっていう人に、えー、お金が支払われたそうです。はい。えー、だいたいね、えー、2500万ぐらいですね。単純計算でいくと。えー、っと、確かね、え米、ー、ドルで、えー、210万円とか言ってた。10万ドル って言ってたんで、だいたい2500万ぐらいだと思います。はい。えー、そのぐらいのお金があ支払われたということですあ。この方、50歳代の女性だそうですね。お星様になっちゃった人。はい。えー、まあ,あー、この方の場合は、他にね、なんか、特別なね、健康上のなんか、あーね、プログラムがなくて、はい。えー、まあ、健康そのものだったと。 はい。そしてね、えー、その、ちくわかまぼこ食べちゃってね、あのー、例のね、ええー、なんていうのかな、あれのルギルギーですね、えー、アレルギーですね、性のなんか、あのー、血のね、血の板のね、えー、血の板の、ええー、減少症になっちゃったみたいですね、血の板の、はい。はい。 血の小さい板ですね。血の小さい板のね、えー、減少症になっちゃったみたいです。それで、えー、直接、それが直接の原因で、えー、お星様になってしまったということなんですけど、台湾の政府は、あこの方にはあ、損害賠償みたいなのを出しております。はい。はい。そういうことでございます。大体、あのー、2500万ぐらいですね。 はい。えー、これで何例か目です。な、何例か目だって言ってました。はい。典型的な例だそうですね。こういうのは。はい。典型的な例に関しては出すみたいです。はい。そういうことです。まあ、この点から言うとね、えー、ぬっはね、典型的な例だってもね、出しませんから。はい。<laughs> そういうことでございます。はい。えー、まあ、ここら辺がね、えー、ちょっと、なんて言うのかな。 違うところかなと思ってます。はい。まあ、ある意味ね、えー、台湾系の人も、まあ、一応中華系なのでね、騒ぎますから、はい。えー、まあ、あの、訴えるっていうのが好きな国民性ですからね。はい、えー、まあ、そういうことです。なので、えー、これはまずいということで出したのかもしれませんしね。はい、えー、日本、日本人はね、 え、おとなしすぎると思ってます、私。はい、そういうことでございます。おとなしすぎるとね、もらえるものももらえませんよということですね。はい、もうそろそろいい加減に目覚めましょうということです。ちなみに私思うんですけど、 本当にアホらしいと思うんですけどね。えー、このね、えー、50歳代の女性、多分ね、ちくわかまぼこ食べたらね、えー、よりヘルシーになれるわって言ってね、食べたんだと思うんですけど、ところがどっこいということです。はい、えー、まあね、こういうふうなことがあるからね、えー、ちゃんと考えないといけないというのはそういうことです。はい、多分ね、この女性もね、えー、お星様になっちゃった後でね、えー、 何て言うのかな家族にね、それだけのね、えー、お銭銭が行ったとしても全然嬉しくないと思いますよ。この方の心理としてはね。まあそういうことでございます。はい。えー、まあね、台湾とね、日本、どっちがより闇深という問題に関すると、もしかしたら、あ台湾もね、相当闇深ですけど、 日本もかな、もうそれ以上の闇深かもしれませんね。はい。そういうことでございます。はい、えー。今日の朝の雑談でした。はい。またね、配信しますのでよろしくお願いします。今日は嫌がらないでね、おとなしくしてますね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでございました。